はいどうも後藤さんです第2弾始まりました第1弾はちょっともう動画見てもらってでまあ5連5セット5セットの間に弾ければまあ第2弾の天井まで追ったような気分になれるかなということで5セットだけ回してみようかなと思いますもうもうねいつかやっぱ天井って素晴らしい仕組みだなと思いますけどさあ いきなり赤髪来ましたね全部森でしたから実はドキドキうやーキャラとかはい長い長いの見れねえなーはいはいーいや悪くない赤紙本当にね出ない時出なかったんで、まあ、10連で2枚出れば十分でしょうさあじゃあ2セット目いきましょうもう5セットまで確率ちょっと一応ねまあまあ20点 対ピックアップで10%なのでもう道中はそうですね1%の4%でまあ0.5%か0.5%なのでまあ200分の1で白ひげシャンクスも出るとまあ守屋とかもね今回対象になってるんでまあガチャゲーはおかげさまでコンプできてるんでねまあ狙っていきましょうおおまた全部素晴らしいですねなんだこれちょっと。 いいいんじゃないこれもう2セット目で来てくれたりするとおお3枚目同中おお4枚目うお昨日の第1弾まあ悪くはなかったほぼ確率通りだったんで悪くはないんですけど長くない即 <laughs> マゼランも意外と弾けるなはいジャックジャックまあここら辺はレイリーポイントにねちょっと本当もうレイリーポイントの使い道がなさすぎるんで 上さほんとフェスゲンのかぶりもうちょっと使い方を使い方を考えてほしいもうさあじゃあ3セット目いきましょうお願いしますもう絆決戦超楽しんでるんでね、まあ、今日は一気に100周ぐらいはしようかなと思ってますいや同盟のみんながねおお来た5枚目おお6枚目すごいな何だ10連で2枚ずつ来ますね 1> 1 20分の1引いちゃえおーおお七7枚目さあおおマジかいや昨日のがあったからこ,これがある昨日のがあったからね、まあ、28セット目ってことまあまあいや天井までおったと思えばいいでしょうあれ どうしようかな。じゃあ明日も行けちゃうかな。おお、森山出た。めちゃくちゃいいじゃないですか。うお、すげえな。赤紙8枚。うわ。マゼランも、ちょっと、これ、紙引きじゃねえか。いやいや、じゃあもう、さっさと絆決戦、戻って、やっていきます。ご視聴ありがとうございました。